入院先が決まるまでの緊急の受け入れ施設が公開されました。神奈川県は医療体制の逼迫を受け、自宅療養などをしていて入院が必要な新型コロナ患者について、入院先が決まるまでの間、酸素吸入ができる応急施設を7日から運用しています。自宅で酸素を投与されないで亡くなっていく患者さんも散見されておりますので、そういった意味ではこういった一時救護でも酸素を投与するということで意義があると思います。施設はもともと藤沢市の陸上競技場内に設けられましたが、東京パラリンピックの期間中は一時的に横浜市内のホテルに移転しています。施設には24人分のベッドが完備されています。